父はもう60年以上、うん、あの音楽、彼の信念として音楽はあらゆる国境とか人種とか、まあ、政治とかいろんなものを性別とか年齢も超えて、うん、そこにいる人とこう気持ちと気持ちをつながることができるって信じて、うん、身体的にいろんな苦しいこととか痛いこと たくさんある中で斎藤記念オーケストラと一緒に音楽をすると毎回涙が止まらなくなっちゃうんですけど、もう本当にこう魂と魂で、なんか良きことのために何かこう一緒になって、人と人がそうなるとすごいことができる、すごい音ができるっていう、なんかその音楽がもし ISS で宇宙からその音楽を聞いて地球を見たらどんな気持ちがするんだろうって毎回考えるようになってしまって、でも毛利さんになんかお尋ねしたくなっちゃって、どうしてもそれでちょっと勇気を振り絞ってメールをしたんです。